皆さん、ハレルヤ。1週間元気でしたか？今日も先生と一緒に素晴らしいイエス様に礼拝を捧げましょう。じゃあお祈り準備をしてください。お祈りします。愛するイエス様、感謝します。今日もイエス様に礼拝を捧げます。心を込めて、愛を込めてイエス様に礼拝を捧げます。最後まで私たちと共にいてください。私たちが捧げるこの礼拝を喜んで受け取ってください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。皆さん立ち上がりましょう。天地を作られた素晴らしいイエス様を褒めたたえます。いつも共におられる神様に、いつもいつも賛美を捧げよう。天地を作られ守られる主、私を愛される主に愛の心を捧げよう。喜び踊る主イエスに、いつも共におられる神様に、いつもいつも賛美を捧げよう。いつも共におられる神様に、いつもいつも賛美を捧げよう。天地を作られ守られる主、私を愛される主に愛の心を捧げよう。喜び踊る主イエスに、いつも共におられる神様に、いつもいつも賛美を捧げよう。大きい声でイエス様を褒めたたえましょう。たたえよう、声高らかに素晴らしい御業を捧げよう。感謝の心、救い主なるイエス褒めよう。心から尊いイエスの御名を、この主の主、世界治める御名を。喜ぼう、手を打ち鳴らし、素晴らしい御業を。踊ろう、足踏み鳴らし、救い主なるイエス讃えよう。声高らかに素晴らしい御業を捧げよう。感謝の心、救い主なるイエス褒めよう。心から尊いイエスの御名を、この主の主、世界治める御名を。喜ぼう、手を打ち鳴らし、素晴らしい御業を。踊ろう、足踏み鳴らし、救い主なるイエス。良い道へと導いてくださるイエス様、感謝します。主は我が羊飼い、乏しいことはない。主は緑の牧場へ導いてくれる。闇に迷う時でも、辛い道の中でも、主がいるから私は怖くはないさ。闇に迷う時でも、辛い道の中でも、主がいるから私は怖くはないさ。主は我が羊飼い、
乏しいことはない。主は緑の牧場へ導いてくれる。主は我が羊飼い、乏しいことはない。主は緑の牧場へ導いてくれる。闇に迷う時でも、暗い道の中でも、主がいるから私は怖くはないさ。闇に迷う時でも、辛い道の中でも、主がいるから私は怖くはないさ。主は我が羊飼い、乏しいことはない。主は緑の牧場へ導いてくれる。じゃあ御言葉を聞く時間です。じゃあ準備はできてますか？じゃあイエス様の御言葉をちゃんと聞きましょうね。じゃあハレルヤで先生を迎えましょう。せーの、ハレルヤ、ハレルヤ。それでは神様のくださる御言葉を一緒に見ましょう。今日は旧約聖書の御言葉です。列王記第2、7章1節から2節の御言葉です。列王記第2、7章1節から2節の御言葉です。いいですか皆さん。それではゆっくり読んでいきましょう。エリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。主はこう仰せられる。明日の今頃、サマリアの門で長頭の小麦粉1セヤが1セケルで、大麦2セヤが1セケルで売られるようになる。しかし侍従で王がその腕に寄りかかっていた者が神の人に答えていった。たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか。そこで彼は言った。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。アーメン。今日の聖書の御言葉で、恐れずに行いましょうというタイトルで一緒に恵みを分かち合いましょう。今日の聖書の御言葉を若干説明したいと思います。皆さん、イスラエル民、北イスラエルの時に、北イスラエルの首都はサマリアという町でした。そのサマリアの町でユダヤ人、イスラエル人たちが住んでいたんだけど、なんとそのサマリアという町に隣のアラムの敵の軍隊が攻めてきました。でもこのアラムの軍隊はサマリアの町を攻めようとしても、このサマリアの町はね、高い城壁に囲まれていて、中に入ることができません。それでアラムの軍隊は作戦を思い出して、作戦を行ったんです。それはね、サマリアの町を城壁を取り囲んで、そこで包囲してずっと待つことでした。どういうことかというとね、サマリア町を取り囲んで、なんとサマリア町に食べ物が入っていかないようにするとね、ずっとそこで包囲して待っていれば、やがてサマリアの人々が、つまりイスラエル人々がね、食べ物がなくなった時には、城門から出てくる時に、その時に攻めていこうとする作戦だったの。さすがにその通りに、1日が経って1週間、2週間、なんと1ヶ月以上に経ちました。それで2ヶ月、3ヶ月も経ちました。3ヶ月ぐらい経つとね、そのサマリアの町に食べ物がもうなくなってしまいました。食べ物がないから、そのサマリアの中にいるイスラエルの民たちはみんなお腹をすかして、どうしようも食べ物がなくて、もう死んでいく人がもう出てきたんですね。それでね、もう食べ物があんまりないから、もう人々はなんとね、ハトの糞をね、取って食べたり、そしてなんとね、ひどいことはね、なんか子供たちをね、親が食べてしまう恐ろしいことも出てきたの。人はね、やっぱり死の前ではね、もう家族もいないんだよね。もうそういう恐ろしいことも起こってる。そのくらい食べ物がなかったわけ。
ね、あの民たちが自分の子供たちも食べてるってことを聞いて、その当時の王様がヨラム王なんだけど、そのヨラム王は怒って、こんなことが起きてるなんて、神様が生きてるならばなぜこんなことが起きるんだと、ね、普段ねこういうね災いみたいなことを聞いたら、神様に祈ってごめんなさい、なんか私が悪いことをしたんですか、王様王として私がいけなかったんですと言うべきなのに、なんで神様が生きているならばなんでこんなことが起きるんだとしてね、そしてもうでも神様に対して神様に戦うことできないから、もう神様のしもべ、もう神の人エリシャがいたの。そのエリシャをねもう殺そうと思うわけね。なんかエリシャに八つ当たりをしようとしたわけね。それでね、なんとこうエリシャのいるところを部下たちを連れて行ったの。それでエリシャを見るやいなや、神様が生きておるいるならばこんなことが起きるかって言ったわけね。でエリシャはね、王様もう我慢してください、神様を信じましょう、神様に頼りましょうって言ったら、この災いは神から下したのだ、だからもう神様は信頼できない、そしてもうお前は殺す、神の人だろうって言ったわけね。そういう時にエリシャが、主はこう仰せられる、明日今頃サマリアの門の前で小麦粉が売られるようになり、そして大麦が売られるようになりますよって言ったわね。どういうことかっていうと、サマリア門の前でね、小麦粉でパンを作るんじゃない、そういうものがね安く売られる、こう大麦ね安く売られるようになるよっていう。でそれをね、なんかこう隣であのアラム王に仕えている右腕のような存在、副官っていう職の人がいたの。その副官がね、神様が天に窓を作られることがあろうとも、そんなことがあるだろうとね、そういうふうにね、あざけて皮肉なことを言ったわけね。そういう時にエリシャが、あなたは確かにそれを明日今頃見ることは見るんだけど、絶対にそれを食べることはできないって言ったわけね。ちょうどそういう時があった時に、そのサマリアの門のね外には4人の雷病人がいました。雷病人がね、あの雷病人っていうのは汚れたものって言って、人々にあまりねこうあの好かれないわけだからね、サマリアの町の中からその門の外に追い出されていったの。だから4人がね、あ、お腹すいた、もう明日今頃だったら俺たちは死んでしまう、でもサマリアの中に入っていくことできないし、もうサマリアの町に追い出されて、俺たちはね雷病人だから入れない、お腹すいた、どうしよう、それで話し合った時に、じゃあもうアラムの敵軍のところに行って陣営に行こうじゃない、いずれにしても死ぬ身なんだ、もうアラムの陣営に行けばそこは食べ物があるかもしれない。で4人がね、そのアラムの陣営に歩いてきました。なんとアラムの陣営に近づいた時に、なんとアラムの陣営敵の国にあの人々が一人もいないわけね。であっちらこれ食べ物がいっぱいあって、老婆も上回ったわけ。どういうことかっていうとね、このなんと4人がアラムの陣営に歩いていた時に、神様が働き出して、この4人の足音がもう大勢の戦車馬の音のように、なんかアラムの方では聞こえるにしたわけ。そしてこの4人が同じ話し合ってたんだけど、その音がなんか大勢の兵隊たちがね、こう声を上げて叫んでるように聞こえたの。そんな音あり？あるの？神様が知ったわけね。だからアラムの陣営では、うわ、イスラエルたちが多分エジプトのね、その人々をお金で雇って、その軍隊を持って、今は我々のところに攻めてくるんだと思って、自分たちが怖くなって、なんとよ、天幕なくね、食べ物とか馬とかね、牛とか全部置いて逃げたわけ。ちょうどそのところにこの4人の雷病人が過ぎたわけね。見たら食べ物がいっぱいある、もう天幕に入ったらね、牛もあるし、で自分いっぱいお腹食べた。で中に家物服とかね、金銀を全部ね隠しておいた。その時にふっと4人が気づいたの。ちょっと待って、普通こんなことありえないんだけど、これはきっと神様からの恵みなんだ。で聖書を見てこう書いてあるの。いや、私たちはね、自分たちのためにお腹いっぱい食べて、こういうものを隠すのはよくない、サマリアには死んでいく人たちが、飢え死にしていく人がいっぱいいるじゃないか、明日まで夜明けまでこのことを知らせなければ、私たちは神様からバッチを当たるに違いない。でもね、サマリアにこれ捨てに行ったら、私たちは雷病人だから、多分ね、殺されるか、石を投げられて殺されるかもしれない、どうしよう。いや、勇気を出そう、これは神様はきっと我々に知らずに憐れんで
くださったチャンスだ。だから知らせに行こう。でも怖いなって。でも神様を信じて勇気を出して行こうとして。それで神様に頼って祈って、イスラエルをね、サマリアのところにいて、こう人間や人を稲むことで食べ物がいっぱいあることを告げたわけ。それらの詩を聞いて人々がね、荒物を地域に行って食べ物を持っていったわけね。で、この話を聞いたヨラム王が、先ほど神様が天に窓を作られることがあろうとしても、そんなことがあるだろうかと言ったのは、復顔を、ね、送ったの、あのサマリアの門でね、なので、ね、人々が、ね、食べ物をね、互いに取るとしての大騒ぎになってるから、そのちゃんとこう、ね、順番を守って取るように。で、この復顔がね、そういうところに行って、おーい父上を守れという時に人々がね、押し寄せてくってね、お前何者だとね、なんと踏みにじられて死んでしまったの。もうイルカみたいにぺっちゃんこになって死んでしまったんだよね。そして人々はそのね、食べ物をね、地域から持ってきて、大麦とか小麦粉をいっぱい持ってサマリア門の中に置いたの。それでそれがね、もう大麦と小麦粉がいっぱいあって、エリシャが言ったように、明日今頃大麦と小麦粉が安く売られますよ、通りに人々が安く売られるようになったわけ。長い話なんだけど、でも皆さん飽きてないんだよね、面白いからね。実はね、ここでね、神様が誰を用いたかというとね、サマリア人が死んでいたでしょ、食べ物なくて。で、4人の雷病人を、ね、用いて、アラムの陣営のね、そこでね、食べ物、そして金が金、それを与えたわけ。ここでもしこの雷病人たちが、いや、これをね、サマリアの人に、この知らせに行かないと、私たちはパッチを当たるにしかない。でも、サマリアにすり出して、これを教えに行ったときに、知らせに行ったときに、私たち雷病人だから、きっと、ね、殺されるかもしれない。でも、勇気を出して、そして知らせに行って、でサマリア人々がいっぱい食べることができて、神様もね、嬉しかったわけね。だから従順できたから、皆さん何かを選択するとき、私たちが正しいことを知るときにね、まず勇気が必要なの。神様のためにも、このサマリア人に人が死んでいく、でも自分たちも嫌われてるからもう知らないって言ったならば、どうなったと思う？この4人は神様によって罰を受けたと思う。で、神様の計画は、サマリアに人々を生かす計画は台無しになってしまうわけね。この4人が自分たちが殺されるかもしれない。でも自分たちのために生きることは良くないことだ。神様のために、民のために知らせに行こうと勇気を出して、これは神様に喜ばれることだと思って行ったから、奇跡が起きたわけ。私たちは神様にあってこのようにね、正しいこと、信仰を用いるときにはこのような勇気が入ります。最後にね、もう一つの話をするんだけど、オランダ国あるでしょ。オランダの国は海よりも地面が低い、海の下の方に低い地域に国が作られたのがオランダなの。オランダはね、チューリップで有名な国。そこでね、ジャスティンっていう子がいたの。このジャスティンはね、お父さんお子さんいなくて、施設個人で育てられたんだね。だいくら学校に行くと友達いじめられた、近所の人たちもあの子は親がないからとね、やっぱりね、このね、あまりこう良い目で見られなかったんだよね。いつもね、格好でね、親がいないでいじめられてね、仲間は外れにされるから寂しかった。それでもうここで住みたくない、もう私はもう家出する、もう施設から出てどこからどこに行く、みんな嫌だと思ってね、夕方に施設から出てって遠くの他の町に行こうって言った時に、ちょうどその時にね、大きなダムがあったの。ダム、ダムが出て、それは海から水が入ってこない、流れないように海を止めておいて、大きなダムだったの。なんとよく見ると、そのダムがひびが湧いていて、水が漏れていったの。最初はね、親指ぐらいの穴で水が漏れてんだけど、どんどんのこれ大きくなってね、どんどん水が出てくる。で、ひびが湧いてくる。で、この子は考えたの。もうしばらくだったら、このダムが崩れ落ちたら、町がみんな水に、海に沈んで、みんな亡くなってしまう。でも私のこといじめてたし、親がいないと、もうどうでもいい。でもどうしよう、人々が死んでいく、これ悪いんだと、ちょっと悩んだわけね。神様どうしたらいいんですか、私はいじめられてこの町から逃げようとしたのに、なんでこういうこと、私はどうしたらいいんですか。それで心の中で、でもやっぱり逃げられない。で、そのダムがとんでも大きくなってて、なんと上着を脱いで腕をぐるぐる巻いたの。
それでこの穴がどんどん大きくなるところに自分の腕を突っ込んだの。するとちょうど腕のこの穴が腕のぐらい太さったので、この腕でねこのダムのそのね隙間をね突っ込んで止めたので、水が止まったわけね。でもこれを脱いだら水が出てでしょ、これで割れて大変なことになるかもしれない。それでこれでねずっと夜通しになって腕を突っ込んだままずっと夜が明けたので、次の朝町の人々がね子供たちが学校に行くためにそのダムのどこに行ったところ、なんとねジャスティンがそこでねこの眠ってるようにと、よく見るとなんと腕を落ち込んでてダム化が崩れないようにしてることを見たわけね。で町の人々それを見て、その日からこのねあのジャスティンはみんなにもうこの町をもう救った英雄としてすぐ褒められるようになったわけね。で怖くなかったの、夜通しに聞いたら大人たちがジャスティンが怖かった、でも私は神様が一緒にいるから逃げることができなかった、本当に怖かったけど、だって神様のために私は勇気を出してじゅーっと腕を突っ込んでって待ってたんだよって。すごいでしょう。だから皆さん正しいこと信仰で、例えば信仰で何かしようとした時にも必ずね勇気がいるわけ。恐れを抱くと正しいことすることできません。あの雷病人の4人のように、この邪神人のように正しいことを何かするときには必ず恐れを打ち勝たなければならない。皆さんも信仰のために何かするときに恐れがあるときには必ず恐れを追い出して、神様を共にいるからと信じて良い行いを、特に信仰の行いをしていくアガペの皆さんになることをイエス・アルミナによって祝福します。アメン。じゃあそれではちょっと長かったんだけど一緒に祈りましょう。皆さんが本当に良いことをするためにはね、必ず嫌だな恐ろしい怖いなこと来るの、そういう時に神様でもいるから私は絶対信仰でする、こういう信仰をくださいと、あの本当に神様に喜ばれることになりますと、この時間祈っていきましょう。神様、本当に良い行い信仰の行いする時には必ず妨げるものがあります。人を助けること、神様のために働くするときに必ず怖いことが起こって嫌だなという時があります。そういう時こそ勇気が必要です。あのジャスティンや4人の雷病人が人々に殺されるかもしれない、嫌がらせいじめられても嫌だもうほっとくもうどうでもいいじゃなくて、むしろ良いことを選択して、怖いんだけどでも神様が共にいるから私は大丈夫、そういう信仰を持つ子供になるように導いてください。主よ、主よ、今日本当に良い行い信仰の行いをするためには恐れを追い出さなければならないことが分かりました。子供たちが恐れに負けて正しい行い信仰を諦めることなく突き進むことができないように、主よ、恐れずに歩むことができるように子供たちを勇気ください。子供たちの祈りを聞いてください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは献金のお祈りをします。イエス様愛します。御言葉をくださって感謝します。御言葉と恵みに感謝し現金を捧げます。喜んで受け取ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
それでは皆さんが捧げた元気のための祝福のお祈りをします。じゃあお祈りします。主よ、子供たちが神様のために正しいことのために神様に忠実するために怖いことがあっても神様を信頼して行っていくことを決心しました。そして神様を愛する心を込めて捧げ物を捧げました。捧げた子供たちのその未来を将来を祝福してください。感謝しイエス様の御名によって祝福しお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをもって礼拝を終わりにします。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではすべての栄光を神様に捧げましょう。